ここが風流廃墟。風魔竜はどっちの空から現れるんだろうな。あれ、あの誰だ。あ、すみません、ごめんなさい。邪魔しようと思ったわけじゃないんです。すまない、俺の癖なんだ。お前はモンドの人間だな。俺はセノ、モンドへ観光に来た。俺の方が邪魔したと言うべきだな。その何かお探しでしょうか。風魔竜を待っている。ここに写真機まで置いてですか。ああ、風魔竜の英姿を撮影して絵の参考に持って行ってやろうと思って。そうでしたか。僕も一緒に探しますよ。風魔竜の出現には規則性があると聞いています。その出現頻度はどれくらいだ。あ、資料を見てからお教えするべきでしたね。ちょっと待ってください、ノートを確認しますね。うん。おお、セノさん、ずっとそうやって上を向いているつもりなんですか。問題ない、俺の首は丈夫だからな。しっかり支えられる。いやいや、そんな、やっぱり座りましょうよ。ブランケットを持ってるのでお貸しできますよ。必要ない。じゃあ、あれ、なんで僕まで上を向いてるんだろう。見たか、今翼のでっかい鳥が飛んでいった。ティナリ師匠がいたら絶対一目でそいつの学名とか分類とか、それと習性だって言えるのに。私はスメルにはいない種だとしか言えない。ふん、じゃあスメールにはどんな鳥がいるの。迷彩鳥って鳥だ。色がすっごく綺麗なんだ。胸の前にある羽毛は熟れた夕暮れの実みたいで、翼の緑はミントの若葉みたいでさ。そいつら人を怖がらないんだ。私がよく行く木のうろ、大きな木の隣にな、いつも迷彩鳥が一羽いて、じっと私を見つめてくるんだ。まるで私の言うことを理解できるみたいに。前に風切り羽を一枚拾ったことがあって、触ってみたこともあるんだ。結構細かく観察できてるじゃない。日常への愛もあるし、ため息をつく力をこういう場所に使ったら。もうエウルワって時々ちょっとひねくれた言い方をするの。コレイは前半だけを聞いてればいいからね。うん、エウルアの言ってることわかるよ。確かにその通りだ。なあ、魚食べたくないか。あっちにたくさんいたみたいだからさ。じゃあ魚を捕まえる競争をしようよ。私負けないよ。もう景色を見るって話だったのに、なんでまた競争の話になるのよ。ちょっと待ちなさいよ。セシリアの花は偏僻な高所にしか育たないから、気に留めないと普段はなかなか見られない。標本にすれば長く保管できるけど、この生き生きとした美しさを持ち帰れないのは少し残念だな。じゃあ土壌への適応力がより高いセシリアの花を研究するよう、僕からスクロースに頼んでみようか。名前は風に4倍頼らないセシリアの花、あるいは五色セシリアの花回601号型スメール成長特製バージョンになるかもしれないね。それってジョーク？残念だけど本気だよ。それはなかなか楽しみだね。二択の結果が。この間の話に戻ろう。もしドドリアンの成分を解毒薬に入れたいなら、僕の意見は。セタレさん、お菓子でも食べて少し休憩しましょう。セタレさん？あ、ありがとう。ごめん、集中してて君の声が耳に入ってなかった。大丈夫ですよ。興味を持てる仕事をできるのはいいことです。本当にごめんなさい、こんな風に付き合ってもらってしまって。
ラフマンさんは最近旅団の方で用事があるみたいですし、私が代わりにボディーガードをするのもいいでしょ。それに私もボディーガードをするのは初めてです。ええ、リシアが普段どんなことをしているかの職業体験ということにしましょう。自分で仕事をこなせるくらいの力はあるから、瀬野さんには自分の仕事に専念してもらっていいって伝えたんだけど、私のように砂漠での教育に身を投じるものは珍しいから、付き添いの者がいないとこの一帯では行動させられないって。慎重すぎるわ。大マハマトラの頼れるところはこういうところですよ。私も彼の考えに同意するから、こうしてあなたを守っているんです。アール村にとどまっている間、私たちにとってあなたは仲間なんですから、どうか負い目など感じずにここにいる時間を楽しんでください。よっ旅人、ここで会えて嬉しいぜ。セノが遠出するってんでさ、私に部下と一緒に仕事をしてくれって頼んできたんだ。まあ代役ってとこかな。今はもう教練員の雰囲気もだいぶ良くなったし、たまにならここに来るのも悪くないかもな。あんたも結構やることがあるんだろ。頑張れよ。